日本の大学全部行った男、山内太一です。皆さんこんにちは。生物が好きなら生物学科やめましょうという話をしたいと思います。理科好きな人、物理、化学、生物、それぞれいろんな大学に学科がありますね。物理学科、化学科、生物学科と。でここで重要なのは、生物好きだからっていう人、生物学科行きたがるんですけど、基本やめてください。いや行ってもいいんですよ。でも大事なのは、生物好きだから生物学科一本ではなくて、必ず高校の生物を応用したいろんな学問に関心を持ってほしいんですね。生物を生かした他の学問って、理学部生物学科以外に何があるんでしょう。当然医学部、歯、歯学部、薬学部、農学部などもあります。そして実は生物を生かした最も入学定員の大きい学部は工学部です。生物好きな人、工学部って言われても、機械とか電気とか建築とかでしょ、情報とかでしょ。いえ、生物を使って何かの製品を作るというのは、工学部応用化学科をぜひ候補に加えてください。最近は皆さんに分かりやすく、生命科学科、生命工学科といったようなバイオテクノロジーの学校も増えてるんですけど、伝統的には生物や化学が好きな人には応用化学科をお勧めします。化学が好きで応用化学行くっていう人は当然いると思うんですけど、実は生物が好きな人も応用化学科に行ってほしいんですね。理学部生物学科は確かにしっかり生物の勉強はできますが、気をつけていただきたいのは、生物の勉強を大学の学問として生かして何かの製品を作る、そしてメーカーに入るっていう就職の道が工学部の方がはるかに太いんですね。日本を代表する大学の一つ、名古屋大学ですら、理学部を出た人の就職先で一番多いのは学校の教員です。学校の教員、もちろん立派な仕事です。でも気をつけてください、メーカーは欲しくないっていうことなんですね。トヨタ自動車とか三菱重工業とか、あるいは製薬、食品、医療、こういったメーカーが欲しいのは、生物を学問として勉強した上で何かの製品が作れる人なんですよ。なので理学部生物学科だけを考えてしまうと、確かに純粋に学問をやる気持ちは美しいんですが、実際に仕事に就くという時には就職の選択の幅が狭くなる。みんなが憧れる大企業の多くが実は門を開いてくれない場合があるんですね。なので生物が好きなあなたは、工学部の化学や生命系の学科、あるいは農学部の農芸科学科、そして薬学であったり医療系という方法もあるというふうに、必ずたくさんの学問分野の中で何が良いか、教育学部に行って先生になる人もいるでしょうし、くれぐれも理学部生物学科だけにしないこと。その証拠に、理学部持ってる大学って少ないでしょ。だいたい理工学部だったり、あるいは工学部が中心ですよね。なので理科が得意で物理、化学、生物に関心を持った人は、そのまんまの理学部の学科だけではなくて、必ず工学部の同じような分野の学科も両方比較検討してください。得意な学問に関心を持ったこと自体はきっかけとしては素晴らしいです。でもそこから実はもっともっと大学では広い分野に大学の学問というのは広がってるんですね。ということで、生物好きなら生物学科をやめろというのは、決して生物学科が悪いと言ってるわけではなく、もっと広い目でいろいろある中で考えた上で理学部生物学科が良いというなら、もちろん止めません。頑張ってください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また LINE にご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを進呈します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。